目立つなって感じですね、やっぱりね。これがやっぱり目立たないとダメかなと。素晴らしいと思います。はい、まあまあです。はい。はい。これからです。はい。得点が少し少なかったので、もう少し攻撃のバリエーションっていうのを増やしていきたいなと思ってます。そうですね、改めてね、本当に皆さんのサポートがあってね、我々はやってるんだってことを改めて分かりました。で、ぜひ、セガンドですね、結果出したいと。そうですね、まあ、すごい目立つなっていうのが印象と同時に、自分があの街で走るので恥ずかしいなっていう気持ちがあります。でも相当かっこよく映ってると思うんですよ。いや本当にもう変なこと、まあ、変なこと言ってあれですけど、街に少し出づらくなったなそうですね、まあ、ファーストステージ終わってからまだ1週間しか経ってないんですけど、まあ、少しずつチームの状態も良くなってますし、まずセカンドステージ開幕戦に勝つことが大事になってくると思うので、まずそこから波に乗ってセカンドステージ優勝できるように頑張りたいと思います。少しでも多くの方々に、バンラレというチームを知ってもらって、会場に足を運んでいただけたら嬉しいです。